シシースペースエクはアメリカ合衆国テキサス州出身の女優であるアカデミー主演女優賞に6度ノミネート歌えロレッターへのためにで同賞を受賞したテキサス州キトマン出身高校卒業後に歌手を目指してニューヨークに移るニューヨークではいとこのリップトーンとジェラルディン・ページ夫婦と同居していた クリニッチ・ビレッジのコーヒーハウスで弾き語りを1968年には、ジョン・ユーブ・ゴーン・トゥ・ファー・ディスタイムという曲をレコーディングした。歌いながらも、写真のモデルになったり、アンディ・ウォーホルのファクトリー制作の映画に、エキストラ出演するなどしていた。その後、リップトーンの助けもあり、リー・ストラスバーグ・インスティチュートに入学し、演技を学んだ。1972年に、ブラックエースで、 映画デビュー。1976年に公開されたホラー映画、キャリーでの演技が高く評価され、アカデミー主演女優賞にノミネート。1980年、実在のカントリー歌手、ロレッタリンの生涯を描いた歌へ、ロレッタ愛のためにでアカデミー主演女優賞を受賞。1974年に映画美術監督のジャック・フィスクと結婚し、娘が二人いる。 ありがとうございます。